ベンハムはアメリカ海軍の駆逐艦、エールウィン級駆逐艦の一隻。艦名はアンドリュー・ E.K. ベンハム海軍少将にちなむ。ベンハムは1912年3月14日にペンシルベニア州フィラデルフィアのウィリアム・クランプ・サンズ社で寄港した。1913年3月22日にイーリス・ウォーレス・ベンハムによって命名、浸水し、 1914年1月20日に艦長 c p トレイン少佐の指揮下収益する。カリブ海への成長巡航に続いて、ベンハムは1914年7月24日に予備役となる。1914年12月21日に再収益すると大西洋艦隊水雷小艦隊に配属され、東海岸沿いでの訓練及び偵察に従事した。 1916年10月8日、ドイツの潜水艦によって沈められたオランダの帰船ブロマーシュダウシュの乗員をニューイングランド沖で救助する。1917年5月15日にニューヨーク州トンプキンズビルを出港し、ベンハムはアイルランドのクイーンズタウン沖を偵察、その後1918年6月10日にフランスのブレストへ移動した。ベンハムは 第一次世界大戦の終了まで、ブレスト沖での偵察に従事し、1918年12月21日に帰国の途に着いた。1919年初めに再び、大西洋艦隊に交流した、ベンハムは艦隊演習に参加し、6月28日にノーホークでの通常任務に就く。大西洋艦隊飛行船隊に配属された。 ベンハムは1921年を通じて、大西洋岸を巡航し、飛行機の護衛及び母艦任務に従事した。1922年5月にその任務を離れ、フィラデルフィアに移動、同地で1922年7月7日に退役した。ベンハムは1935年に解体され、その口罪は1935年4月23日に売却された。 ありがとうございます。